はい、こんにちは。こちらが森田先生です。どうもありがとうございます。YouTube チャンネルの名前。あ、森田というピンゴシチャンネルですね。やってます。発音めっちゃ。びっくりした。すごい。今日今、浪人生の企画をしてるんですけど、まあ、その浪人生を集めてくださったのが森田先生です。そうですね。本当にありがとうございます。お役に立ててよかったです。ありがとうございます。で、森田先生が今日いらしていること、はい、花尾伝願、はい、まだ知らないんですよね。ドッキリ王になったんです。知らなかった。ありがとうございます。で、花伝もね、アドバイスを、まさかプロの方に聞かれてるとは思ってないと思うんで、でびっくりすると思うんですよね。はいはい、で、あと、浪人生の人たちも、はい、森田先生とは直接会ったことがないんですよね。そうですその子たちもどんな反応するのかちょっと見てみたいですね。やってみましょう。はい、楽しみです。やってみましょう。はい、はい、最後じゃあ言っとこう。使えないかもしれない。使えないか。はいはいはい。じゃあ聞いてみよう。やりさってあるんですか。ああ、いい質問じゃないか。あるんじゃないか。ハッピーローニーニューイヤー。せーの、ハッピーローニーニューイヤー。花伝さん、お疲れ様でした。浪人生の皆さんにお疲れ様でした。花伝のアドバイスをね、聞いててくださった方がいるので、ちょっとご紹介します。ここ5人だけでしょ。いや、5人だけじゃないんですよ。でかい。じゃーん。初めまして。森哲さんじゃありませんか。はい、ご存知いただいて、もうそれはすごいですよ。何回満点でしたっけ。92回です。すごーい。いやー、そんな、すごい。いや、もう2回はいります。92回ももうなんか 90回でも多分もう十分示してますよ、実力です。2回いやー、やりそうな話が長い。本当だよ、森哲さん聞いてもらってんのにさ、いいアドバイスすると思ったら質問されたんやもん。すごい、なんかめちゃめちゃ緊張しますよ。いや、そんな、まあ、素人ですから。素人は、いや、素人は僕は個人塾で3年バイトしてただけですからね。塾教師あ、だからやってたよね。まあ、一応ね、やってたよね。そう、塾でやってたよね。一応でも、いや、でも勝ってるじゃないですか、今日の日。めっちゃボロ、めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。すごい。確かにね、あの時ばかりはちょっと真の力発揮しちゃったよ。8ヶ月後もう一回叩こうか。申し訳ないけど。そんなん見てるんですね。すごいですね。びっくりしました。すごい、もう。いや、知ってますよ。雪山でなんかね、教えてくれた。雪山の方、こっちの。雪山で24時間の方ですよ、メインは。メインは全員日常ではあるんですよね。やっぱ教師たるもんね、お前がほんまに教師なんかってことは。まあ、それはそう、考えられるから。見定めたい。でも、いつもあれ、めっちゃ確認してるからね。動画で言ってること正しいのかなって。そうなんですね。めちゃくちゃやってますよ。はい、確認してます。すごい。今、何回やられてるんですか、その教師歴っていうのは。予備校で始めてからはでも7年8年ぐらいですけど。7年8年。はい、でもそれでもすごい、そこ、うん、大学時代を入れればもっと長い。その地位をもう築き上げておられると。とんでもございません。教師で10万人ってしかもめちゃめちゃ多いですから、もう普通に考えたら、うん、めちゃめちゃ多いです。ありがとうございます。いいんですか、こんなに本当にいきなり出てきて。それはありがとうございます。逆にこんな質疑を取れたこと作っていただいて、本当にありがとうございます。僕はもうなんかこうやってぼーっとしてるだけで。我々はね、とんでもないです。代わりにやっていただいて。もうありがとうございます。じゃあぜひ最後に、はい、森哲さんから浪人生の方に向けて英語でメッセージをいただいて締めてもらって。聞きます、我々の能力で。その確かに聞けますかっていう、まあ、それをヒアリングして、やっぱ一応聞いてみましょう。テストするっていう。はい。 I think you will encounter a lot of difficulties, but I'm sure you can do it. わかった。はい。みんなわかった。いろんな困難、たくさんの困難に直面するとかと思うけど、はい、できると思います。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。あ、途中フランス語すればよかったかな。めちゃくちゃ見てくれてる。本当にありがとうございました。みんな森哲先生に拍手。ありがとうございました。
これ聞こえるかな、これみんなに。いや、これマジで。いや、窓開けたら聞こえるよ。これ、マジ最近ずっとやばいよな、夜になると。え？ここが、ここ。お風呂で流してる。いや、風呂の窓。ここら辺のさ、まだなんかあれか。結構、まあ距離的に近いから、だいぶ。周りの人がどう思ってるか知りたい。俺たちは俺たちで結構あそう俺たちも俺たちは害をだいぶ俺らうるさいよ。害を与えてる方の人間やからだって言いにくい。イエーイイエーイってお前そうやってるから ね、 よね。こんな風呂に比べたら低音やから響いてるっていうだろ。でもこれ低音やろ。ベルベルバイルバイルベルベルビー。これどうなん結構うるさい。結構でかいな、やっぱ。ちょっと、じゃあ、あの、外出て、ね、ちょっとあの、塀のとこまで行って聞いてみよう。あ、結構でかい音だよ。壁振動しとるって多分めちゃくちゃいいスピーカーで聞いてるやん。あそこ多分BOSEのめっちゃいいスピーカーでとんでもない音量でやってるな。逆になんかそう、あなたに恨みを買ってもらうってあるよ。ああ、でも周りの人がどう思ってるのかっていう。すごい、まあ、外行ったらすごいわ。俺らが一番被害あるんじゃん。でも多分え、どこなん伝わりたい。俺らが窓一番近いから。うん、確かに。え、でも こっちの家の窓もめちゃくちゃ近かったですよ。あ、そうなんや、うん、でもまあ凄まじい音量ややっぱり。僕たちでさえだって。バラメガンメガンメバラメンメレドンドドン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 。俺らも歌ったらいいんじゃん。これちょっと歌ったらいいんじゃん。うわ。これはインディアンっていうのかな。声は民族系ですよね。歌っても気づかれへんかな。なんでいればみずなんでやんでなんで。あ、来た DJ アイビスの。え、すげえ。エスクエマラそんなん分かるん。ここでハモリニーゴが一番聞いてやる。一番怖いですよ、この家からしたら。あおりで持った住民が。すごいな、そんなの分かるん。これ？おっ、取れた。どうやら風呂じゃないっぽい。でもそうなんですか。部屋っぽい。広かったですもんね、結構。あ、聞いたことあるんですよ。
これじゃん。DJ、はい、まあまあでもお前、でも普通に行けんやろ、行けん行けん、まあでも YouTube ねやってるから税からしたらまあ確かに逆に恨みをあそこに集めて、ここが流れてる、俺らはちょっと耐えるっていう。俺のベンデレオベンデレベン、確かに。でも壁マジで振動してたよな。え、下がってですか。うん、壁がマジでほんまにいいスピーカー使ってんなーって。いいスピーカーでもあれやんな、ほんまにあの響き方、ウーファー使ってます、すごいな。